800円。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 
何かな、わからへん。あなたは？え、苦じゃ何かあるだろうと思ってきたの。あなたは？え？何期待してきた？いや、何かおもろいことあるんやね。じゃあ、けど。こんにちは。あなたは、あなたと一緒お元気なのですな。どこへ取るか。だから、ちょっと無断でとって失礼でください、あなた。困るわ、けんさ。 で、いつ来たんですか、あなた。私、昨日です。あ、そうですか。どっから来た。いや、困るわけです。ちゃんと質問に答えてくれ。そんな、やばい。忍びちゃん逃げたり。<笑>
例えばここにいてる間ね、あの家のことやら学校のことやら会社のことは忘れてもええんやけど、ここに来たっていうことはきっかけみたいになって、帰ってからもそういうことをなんかこう忘れてたおかしいけど気にせんように
生きられるようになったらもっとええとは思うけどね。そのようなことを歌で吹き込みたいわけ。いや、吹き込むことは、要するに僕だってこういう現実の中に生きてて、僕なりに感じたことを言葉で、っていうかメロディーに乗せて歌にして歌うし、聴いてもなんかこう、いろいろむちゃくちゃしたんでやってきて、まあ、コミュニケーションは思うけどね。それからそこで何が起こるとかないより、まず、まあこう集まってなんとのこう、やってみて、何が生まれんのやろうな、ということで。何か生まれそうな予感はしますか？まあ、一大マスターベーションになるか、そうなるかわからんけど、マスターベーションになったってええと思うねんけど、それほど救いがないっていうことやね窓を開けて、見るがいい。そこから、抜けるがいい。世の裏若き者たちよ、ドアを叩いて見るがいい。そこから闇へ抜けるがいい。世の裏若き者たちよ、幻が現実に変わる今、目をつぶらずに耳を塞その静けさの中で、多くの苦しみの声を聞け、表へ石を練習できる時間が1時間ぐらいしかないんですけども、あとはもう紙飛行機を飛ばしたりですね、もうパンツを奪い合いしたりとか、いろいろとそういう激しい遊びで、とにかくゴマを吸って今日まで育て上げたという、私の手塩のかかったグループでして、それでですね、皆さんにこうちょっと一つ遊びを教えてあげたいと、皆さんもさっきからずっと暇そうに座ってばっかりいて、ほとんどうだつが上がってないんじゃないかという気がしますので、一つ遊びを教えてあげたい。遊びを教えてあげよう。それではちょっとやりましょう。はい、3、3、せーの、せっせっせー。
膝立ててあんた偉そうな顔してんのちょっとやりながらあんたもそれではちょっとやります。はい、いいですか。せーの、せーせーせーのよいよいよい、柳の下からお化けがひょろひょろ、お化けの後からあんまさんがピーひょろピーひょろ、あんまさんの後からおまわりさんがえへんぷい、おまわりさんの後からおけやさんがオッケーオッケー、おけやさんの後からいたずらポーズがおんぶして、まっこしてねんねして、あいまくるま甘い。グッドバイグッドバイグッドバイバイ、グッドバイグッドバイグッドバイバイ、歌って遊んだ友達も、もう歌が泣いたらグッドバイバイ。はい、どうもありがとうございました。これで終わりです。それではもう一度西村ひろこちゃんと、いや西村のりこちゃんとひろこちゃんとさよちゃんと、リーダーの橋田のりこに拍手を。どうも。はい、帰りましょう。はい、歌いますのはご挨拶という歌があります。バンジョーマイク、バンジョーマイク、やや仲間内の拍手があります。どうもどうも、やあどうも、いつぞやいろいろこの旅はまた、まあまあ一つまあ一つ、そんなわけで何分よろしく、何の方はいずれ何してその節ゆっくり、やあどうも。ゼニーがなきゃ北から南からいろんな人が毎日家を離れ、容疑者に揺られはるばると大阪まで来るという、田んぼから這いで丹波を流れ、豊作を夢見て来たが、どっこいそうは問屋が下ろさない、お役人が立ち下がって言うことにゃ、わかってるだろうが70年は勝負なんだよ。銭がなけりゃ君、銭がなけりゃ帰った方が身のためさ、あんたの国へ。大阪はいいところさ、
舐めるなら申し分なし住むなら芦屋に決まってるさ銭があればね日当をどっか落とそうりゃあんたの勝手さだけど妻子恋しさに叫びたりなんてなもってのほかだよまして一般人と付き合いたいのならそうだよ今いるところが一番いいのさ俺のこと聞いてりゃまずまずさお役人だってテレビでも言ってたよ銭がなけりゃ君銭がなけりゃ帰った方が身のためさあんたの国へ大阪はいいところさ眺めるなら申し分なし住むなら芦屋に決まってるさ銭があればねさあ周りさんこういう会どう思いますかさっぱりわかりませんねでどう言われかね、わからんね、わしんたま。趣旨もその、どういうあれの方か、わからんもん。うん。どうしてここに立ってんの？いやいや、今、整理しとるんや。うん。なんて言われて？いや、今日はね、車よく来るというあれでしょ。だから、この、整理やね。佐賀下の町長でございます。本日は稽古スロバキアの舞踊合唱団一行80余名の皆さんをお迎えすることができまして誠にありがとうございました。この度は国際親善と友好の施設としてはるばる来日され先日日本万国博で公演されたのをテレビで見せていただきましたがその堂々たる演技美しい歌と踊りにすっかり魅了されましたまた本日は全日本フォークジャンボリーの招きによって佐賀下へおいでくだされ今晩皆さんの なんか面白いことないかとよいしゃはよいしゃはお急ぐのですこの窓ガラスの
向こうの暗闇に、そこの窓ガラスの向こうの暗闇に、なんかが潜んでいると、僕はいつでも思ってしまうのです。だからこの暗闇を抜ければ、そこの真っ暗な暗闇を抜ければと、容疑者は容疑者は急ぐのです。なんかいいことないか、なんか面白いことないかと、容疑者は容疑者は急ぐのです。
私の窓辺で死んでしまった今彼を葬ることより今の僕らの世界を見つめることの方がことの平和作ろう。それがあの小さな鳩のためにも。それがあの小さな鳩のため。
Thank you.
僕たち何か期待してるわけでしょ。そう、分かんないけどさ、何って言えないけどさ、裸で、裸っていうかさ、その僕たちがなんとなく何もかもさらけ出すよね、何かってものは求めてるんだと思うんだけどさ、それが何も起こんないって言うんだよ。なんか完全に舞台とさ、僕たち自分自身で起こす気っていうのはない。もうできれば起こしたいと思うよできるかな。くよくのはもうやめさ、今日は昨日を超えている。昨日に聞くのももうやめさ、今日を超えた明日がある。なんとでも
先の汽車のトイレは塚間のように、あれ垂れ流しのトイレだから付近の人がとっても困る。ナンセンス、おまわりさん、その時あんたが臭くなればきっとするんだろう。だけどいつもあんたのやってることはまるで我慢できなくてトイレに行く人と捕まえて、あれ垂れ流しのトイレの仕組みは直させようとしないようなもの。おまわりさん、あんたが真面目に働けば働いただけ世の中悪くなる、どんどん悪くなる気がする。
一杯で。もらうこれこれ。難産したときゃ一生しねえと騒ごとくじゃそうね、やっぱりたくさんいるっていうことでね、なんか一人一人がね、やっぱりこれがね、私がその夜明けになると一人で歩いていくようにね、なんか今ここでとにかく私の歌聴いてくださいっていう気持ちでいっぱいでね、まあ夜が明けてまだやるかもしれないけども、もし帰るときあったら一人一人歩いていってくださいみたいなね、私も歩いていくわみたいなね、なんかそれしかないみたいなね、だからそういう意味で今たくさんいることは嬉しいし、カモメカモメ笑っておくれ、どうぞ、カモメカモメ恋した女は港町のアバスでいつもドアを開けたままで着替えして、男たちの浮気を引く浮気女、カモメカモメ笑っておくれ、おいらはもうなしマドロス、バラ買う手にもないだから、ドアの前を行ったり来たりしても、恋した女にゃでも出ない、カモメカモメ笑っておくれ、ところがある夜突然鳴り上がりの男が一人、バラを両手いっぱい抱きかかえて、ほろ酔いで女のドアを叩いた、カモメカモメ笑っておくれ、女の枕元バラの花が匂って二人抱き合ってベッドにいるのかと思うと、おいらの心は真っ暗くら、カモメカモメ笑っておくれ、
夏宿に飛び込んでついにジャックナイフを振りかざして女の胸に赤いバラの贈り物カモメ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 港町にお似合いだよたった一輪雑誌で色もあせる悲しい恋の血のバラだものカモメカモメ笑っておくれカモメカモメ笑っておくれさよなら、あばよ。大勢のお客さん前にしてどんな感じだった？あのね、歌はメラメラ。歌はね、あの普段のなんていうの、普段歌ってるでしょ。わりかしあの声のチューニングとかするのみんなもうなくなっちゃってね、もう例えば馬さから言ったらすごいさ、なんかあの素人みたいになっちゃってね、私が裸になっちゃって。裸になってもうだから裸になっちゃった感じ。なんかよくわかんない。夜が明けたら、夜が明けたら、みんなで行こう。夜が明けたら、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 はい。夜が明けたら。夜が明けたら、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 どうして売れなかったのかね。夜が明けたら、どうも。夜が明けたら、夜が明けたら、音程なんかどうでもいいわさ。どうでもいいや、行こう。夜が明けたら、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 一番早い汽車に乗るから切符を用意してちょうだい。私のために一枚でいいからさ、今夜でこの街とはさよなら。割といい街だったけどね。夜が明けたら、夜が明けたら、一番早い汽車に乗って、いつか噂に聞いたあの街へ、あの街へ行くのよ。できるかもしれないし、あの街へ行くのよ。夜が明けたら、夜が明けたら、一番早い汽車に乗るわ。みんな私に言うの、そろそろ落ち着きなってね。だけど、だけども、人生は長いじゃない。そう、あの街はきっといいよ。ただいまフリータイムです。アマチュア出演希望の方、アマチュア出演希望の方、舞台の左袖で受付やっておりますので、どうぞお越しください。あじゃあじゃあじゃあか。あ
村さん、なんでここに来てんの？僕はですか、うん、僕はここに、ここ、僕がとにかく来なければ幕が上がらないという、僕はそうなんですよ。そういう人なんですから。よく喋ってたね。とにかく僕が来なきゃ収集がつかないわけですよ。そういうことですから。一番最初のグループどこですか？あ、ちょっと出てきてください、一番最初。どうぞ。アマチュアとして出るんでしょ、はい、これから出るんでしょ、はい、なんで出るの？あの、来た以上やっぱ歌いたいし。どうして歌いたいの？うん、今までずっとね、アマチュアで歌ってきたしね、こんな場で初めてね、こんな大勢の中で歌いたかったから。月光仮面というものが頭の中に突然パッとひらめいたもんで、ね、そいつを題材にして一発やったのかなと思って別にそう理由なんて言ったってあんまりないんやけど、アホやで俺は。どうも、あなたも今日アマチュアとして出るんですか？そうです。どうして？なんとなくね、なんとなくね。みんな夢立て、みんな夢だなんて、寂しく笑って手を指さしちゃいけない。だ、自分のその時思ったことをそのまま歌になればいいっていうか、ただそれだけで なんかすごいなんか主張してやろうとかそんなんじゃなくて、もしかしたらたまたまそこに可愛い女の子がいればね、その女の子にその時自分がどう思ってたかみたいなような心境を歌いたいなと思うけど、全然思うようにいかないっていうのが現状で、寂しいなっていうことも、いつもなんか何友達と話したとしてもなんか結果としては一人だなっていう感じで、ね、
れるような青い雲頬を撫でる青い風真っ赤に燃えた太陽愛をした白い波涙に濡れた白い砂真っ赤に燃えた太陽夢の渚恋の浜乙女が忘れた赤い花渚に漂いながら二人を見つめていたよ愛をした白い波悲しさに滲む白い砂真っ赤に燃えた太陽白い波涙に濡れた白い砂真っ赤に燃えた太陽命は一つ人生は一回だから命を捨てないようにね慌てるとついふらふらとお国のためなのと言われるとね青くなって尻込みなさい逃げなさい隠れなさいお国は俺たち死んだとてずっと後まで残りますよね失礼しましたで終わるだけ命のスペアはありませんよ青くなって尻込みなさい逃げなさい隠れなさい言われた時には震えましょうよねそうよあたしゃ女で結構女の腐ったので構いませんよ青くなって尻込みなさい逃げなさい隠れなさい死んで神様と言われるよりも生きてバカだと言われましょうよね綺麗事並べられた時もこの命を捨てないようにね青くなって尻込みなさい逃げなさい隠れなさい
命を捨てないようにね慌てるとついフラフラとお国のためなのと言われるとね青くなって尻込みなさい 逃げなさい隠れなさい奥には俺たち死んだとてずっと後まで残りますよね失礼しましたで終わるだけ命のスペアはありませんよ また、それぞれ嫌な学校とか嫌な家庭とか嫌な会社に戻っていくわけですけど、もうそんなとこ戻っていくら生きようと思ったって、僕らもう耐えきれんっていうことはもう分かりきったことで、どうしようもないんやけど、それでもそこに生きていかなしょうがないっていうので、僕もしょうがないで帰りますけど、次に歌うのは、昨日も歌った私たちの望むものはっていう歌ですけど、これは僕にとっての私たちの望むものであって、 それぞれが生活の中で自分の私たちの望むものをこう叫んでいかなあかんねんなっていうような気がしますけど、今年はよく生き延びたので去年に続いてまた来られましたけど、来年ももし生きてたらここでまた会えたら素晴らしいなと思いますけど、キザいやらしい、ちょっとキザなこと言うて泣かせましたけど、誰も泣いてへんっつうのに、 最後に私たちの望むものはっていう歌を歌います。 私たちの望むものは生きる苦しみではなく私たちの望むものは生きる喜びなのだ私たちの 望むものは社会のための私ではなく私たちの望むものは私たちのための社会なのだ 私たちの望むものは与えられることではなく私たちの望むものは奪い取ることなのだ私たちの 望むものはあなたを殺すことではなく私たちの望むものは
なたと生きることなのか。今ある不幸せにとどまってはならない。まだ見ぬ幸せに今飛び立つのだ。私たちの望むもの繰り返すことではなく、私たちの望むもの私たちの望むものは決して私たちではなく、私たちの望むものは私であり続けることなのだ。今ある不幸せにとどまってはならない。まだ見ぬ幸せに今飛び立つのだ。私たちの望むものは生きる喜びではなく、私たちの望むものは生きる苦しみなのだ。私たちの望むものはあなたと生きることではなく、私たちの望むものはあなたを殺すことなのだ。今ある幸せにとどまってはならない。まだ見ぬ幸せに今飛び立つのだ。私たちの望むものは、私たちの望むものは、私たちの望むものは、私たちの望むものは。私たちの望むものは、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 私たちの望むものは。
あなたにとって24時間どんな意味がありますか？楽しかったです。最高です。最高というのはどういうこと？10時間がたっぷりだったと思うよね。10時間というのはどういうこと？僕にとってのは結局今までの状態にと比べての話ってさ、比較の問題でおいて、今までの生活があまりにも動員が停滞してたからさ、それにおけるちょっと。10時間どういう意味で言われるのかちょっとよくわからないよね。その青年らしい、そのなんかあると思うんだね。なんか叫びたいけどさ、出したいけど、それをどこにそのぶつかっていうかさ、わからないっていうかな。そういう人たちが集まってるけど、さ、今日のこういう場でね、いや自分たち思いっきりなんかそのやろうっていう、なんかあるような感じするんだね。君は今どんな感想？なんとなく疲れた感じです。今にあんたはきっと言い出すだろう。住めば都さ、豚箱も悪かない。じっと黙ってりゃそのうち出してくれるさ。風のよりよい生活なんかじゃないのさ。新しいお前さ。